皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。今日はめっちゃくちゃ久しぶりにスライム作りをやっていきます。で、今日は何のスライムを作るかというと、今流行りのニベアスライムを作っていきます。あのね、ニベアスライムなんかいろんな人がやってたんですけど、私ノッテンさんの動画見て、あの気持ちよさそうだなと思って、こちらの普通サイズの缶を使ってニベアを入れてスライムを作っていきます。で、作り方もめちゃくちゃ簡単らしいので、皆さんスライム作りスタート。まず用意するものはやっぱり洗濯、待って、超久しぶりで、これもう言うのも久しぶりなんだけど、洗濯のり、重曹で、ボンドはお好みで、で、私はアイボンと放射どっちも使うタイプなので、アイボンで固めたい方は重曹を忘れずにしてください。100均にも売ってます。で、メインのニベアです。で、今回普通の白いスライムだけだったら短くなっちゃうので、今回ピンク色のスライムを作るので赤の絵の具です。よし、じゃあ早速洗濯のりを好きな量入れます。はい、こんなもんかな。で、ここにボンドを入れます。わ、待って、ほんと久しぶりすぎる。で、よく混ぜます。で、これで白になるんですよね。ほら、うっすら白い感じになったでしょ。で、ここにニベアを入れていきます。ニベアの香り好きなんですよ、私。で、これもう全部今回のスライムで使っちゃうね。もうこのまま半分。絶対気持ちいい。ちょっとこの量です。半分ですね。混ぜます。これを綺麗に溶けるまで。うわ、これ絶対大変だ、混ぜんの。ほら、硬いからニベアって。いい香りする、超いい香り。ニベアの香り大好きなんですよ。で、残った半分のスライムはピンクのスライムの時に入れます。わ、肌すべすべ。はい、こんなもんかな。またちょっと卵残ってるけど、まあこんなもんでしょう。で、ちょっとね、ダマが残ってるんですけど、手で混ぜるときに全部ね、頑張って混ぜたいと思います。で、そこに重曹を入れていきます。重曹、これね、アイボンで固めるときはちょい多めに入れた方がいい。重曹入れると手にくっつかなくなるんですよね。で、これもよく混ぜます。で、混ぜたらそこにこちらアイボンをちょっとだけ入れます。で、そしたらちょっとずつね、固まってくるんですよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。ちょっとね、ドロドロになってきました。で、これをよく混ぜます。わー、なんかもう懐かしい感覚で、ちょっとドロドロになってきたら放射を使います。最初から放射使っちゃうとムラになっちゃうんですよね、ダマみたいな。よし、そしたら放射ちょっとずつ入れます。本当にちょっとずつで、どんどん混ぜていきます。できてきた、できてきた。うわー、いいね、いいね。で、混ぜてるうちにもうね、ダマも全然なくなってきました。だから多少ダマあっても大丈夫です。手で混ぜたりするときとか、こう放射とかアイボン入れたときに混ざるんで。お、いい感じ、いい感じ。うわー、やばっ。はぁ、疲れた。こんな疲れたっけ、スライム作りって。久しぶりすぎても感覚狂ってる。おお、できてきた、できてきた。まだ手じゃいけないな。はあ、よし、皆さん、もう手でいけるかな。よし、じゃあ、手に移します。よし、待って、超もちもちなんだけど。やば。でもちょっとまだ手にくっつくな。もうちょい放射入れよう。マジでさ、めちゃくちゃさ、もっちもち。すごいんだけど、待って、やば。めっちゃもちもち。すごい。なんかね、ボンドスライムとは全然違う触り心地。もちもちスライムって言ったらさ、ボンド入れるじゃん。でもまた違う触り心地。やばい、超気持ちいい。で、いい感じになってきました。で、ちょっと音聞きたいな、これ。いきます。うわ、いい音。すごいさ、手がニベア塗った後ちょっとペタペタした感じの手になる。やばー、すごい。で、よーくこれもこねて。はい、皆さん、ニベアスライム完成です。真っ白で超もっちもち。うわー、すごい気持ちいい。はい、じゃあこれ一旦ちょっと、このコップとかに
入れといて、で同じ作り方でプラス絵の具を入れてピンク色のニベアスライムも作っていきます。え、本当に今までにはない触り心地、すごいわ。よし、じゃあ同じように頑張って作っていきます。はい、皆さん完成しました。めっちゃ綺麗なピンクじゃないこれ。いきます、ピヨーンって。これ洗濯のりの量がもうなくて少なかったので、ニベアがめちゃくちゃ多いんですよこれ。なのでもうやばいくらいもっちもち、すごいよガチで。そしてこちらのニベア缶もね、綺麗に拭きました。そしてニベアスライム入れてみます。え、これさ絶対リアルだよね。え、これ絶対バレないって、いっぱいまでね、リアルすぎないこれ。え、待って、見て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 、はい、これニベアだよって渡されるじゃん、開けるじゃん。え、バレないこれ絶対。え、すごいんだけど。で、音もいいんですよ、聞いて。で、蓋して、で、残ってるやつでちょっと音もね、めちゃくちゃ良くて、これもちもちだから、いきます。え、超良くない音。こうやっていくよ。うーわ、超いい音なんだけど。はい、こんな感じです。で、ピンクも、ピンクどんな音かな、同じかな。あ、ピンクの方がいいかも、この音。ピンクちょっと固めに作ったから、固めに作ってももちもちしてすごくない。うわー、最高なんだけど。はい、こんな感じでした。いやー、本当に皆さん見ての通り、めちゃくちゃ簡単なの、作り方が。ちょっとダマになっても手で混ぜる時にしっかり混ざるから、短い時間で簡単にできちゃうのでね、皆さんぜひぜひ今流行ってるニベアスライム作ってみてください。で、缶とかに入れたらさ、よりさ超リアルなのだから、本当おすすめですね。ほーら、うわー、いいね。で、ずっとね触ってると手がすごいいい香りになるし、そうだね、クリーム塗った後の手になるの。まあ本当にめちゃくちゃいいスライムです。これ音がめっちゃいい、癖になる、ずっと触ってたいんだけど。あ、そうだ、じゃあさ、これさ、今週中にさ、ASMR 雪見の方で音フェチの動画も上げたいと思います。絶対いい音出るよね。うわ、しかも超伸びんのこれ、最高ですねこれね。で、今までと全然違う触り心地、もっちもちの触り心地なので、マジでおすすめです。ぜひ皆さん作ってみてください。普通のスライムの材料とニベアだけがあればもう簡単に作れちゃいます。はい、じゃあということで、今回はね、久しぶりにスライム作りで今流行りのニベアスライム作ってみたんですけど、もちもちすぎて音もいいし、もうずっと触ってられる。また私のスライム動画見たいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。